割とみんな会社員時代に自分の作りたいものが作れない時代が結構あったり して、そんなことをしてる間に結構みんな結構いい年になってきちゃったりして、そろそろ自分たちの作りたいものを作りたいなっていうことでも集まったメンバーなので、今回キックスターターを選んだ理由が、100英雄伝のゲームの権利をクリエイターの手に残したい、まあ、簡単に言うとこの100英雄伝にまつわる例えばスピンオフであったりとか、これが成功した後に続編を作るみたいな話になった時にコントロールできる形式を取りたいというのがあって、 IP に対するコントロールする力を持ちたかったっていうところです。僕の大先輩の五十嵐さんがブラッドステインドっていうタイトルでキックスターター大成功して、その話はもう結構前から本人からも伺ってたので、そういう新しいものの作り方っていうその手段としてそういう方法もあるんだなっていうのは、まあ、前々から頭の片隅にはあったんですけど、実際その新しいものを作ろうって言った時にそのクラウドファンディングでっていう話を聞いた時は、最初本当にちゃんとお金が集まるのかなっていう不安は大きかったですね。通常ゲーム作るときはまず企画があって、でゲームのこう骨格作りながらその肉付けする素材を同時進行で作って、少しずつこう形にしていくっていうのがあるんですけど、今回キックスターターをやらせていただいて、ユーザーさんに報告する義務っていうのが非常にあるなと思ってるので、ある程度なんですかね、こう形にしながらしっかり見せていかないと多分納得してくれないと思うんですよね。言ってしまえばその何もないものに対してお金を払ってもらうっていうものなので、それをちゃんとその説得力のある形で、ちゃんと僕たちはこういうものを期待に応えるものを作りますよっていうのをこう1ヶ月間のキャンペーン期間で、まあ情報をこう出していかなきゃいけないっていうのは今までに経験したことない忙しさ、ちょっと種類の違う忙しさがありましたね。目標としているもの、理想としているものに対しての支援を、受けるものっていうのがすごくその実際にやってみて実感として得られたもの、そのバッカーさんからの、まあ、意見なりその、まあ、メッセージなりの中に僕らが作る100英伝というゲームの、参加しているような感覚がすごく楽しいという話が、まあ、大きく戻ってきてて、そういうことを、すごく喜んでくれるんだということに気づいて、実際に僕ら側の、まあ、共犯者的に同じ仲間にとして行動してるんだ、活動してるんだっていう感覚を感じ取れるようなイベント的なものを意識してやるようになりました。多分物作ってる人ってみんなそうだと思うんですけど、途中のものって見せたくないですよ。かなりやっぱりイメージと違いますし、それでユーザーさんが果たして納得していただけるのかっていう、そんな中でこう報告していくのは難しいんですけど、でもこういった作り方っていうのは初めてなので、ある程度なんですかね、こう目の前に一個一個完成形が見えてくるっていう作り方はチームのスタッフにとっても非常にこう分かりやすいというか、モチベーションにつながる作り方なので、これはいいかなと思っている部分もあります。こういった作り方っていうのがうまくいったら、また一つの新しいゲームの作り方っていうの自分の中でできるんじゃないかなっていう期待感はありますね。はい。
結構日本の中で特にあの RPG を作ろうみたいな話になるとちょっと最近いまいち元気がないというかいろいろと苦労が多くてあのなかなか会社にいてそういう企画を通そうっていうのはちょっと厳しいなっていう状況かなと正直思ってるんですけどいろいろやってみましたけど今週までなんか RPG 作りたいなみたいな話になるとやっぱ今回のようなあのクラウドファンディングというかキックスターターみたいなもので挑戦するっていうのも一つの絶対ありかなというふうに思いました。やっぱりキックスターター、クラウドファンディング その醍醐味っていうのは一緒にこうユーザーの方と積み上げていってる感じっていうのはすごく今回感じたので、そのもちろん自分たちがこう作ろうとしているものっていうのをぶらしてはいけないと思うんですけど、集まってくれた人に対してその期間中にどう応えていくかっていうところがすごく大事だと思うので、1ヶ月のキャンペーン期間っていうのを楽しみながらユーザーの方たちと一緒に積み上げていくものなのかなと思いました。とにかくユーザーさんの立場に立ってものを考えていく、そこがまず届かないとそもそもキックスターターみたいなクラウドファンディングは成功しないんじゃないかなとは思っているので、一番最初は多分自分のフラッシュアイデアだと思うんですけど、そこから今度ユーザーさんの立場になって考えていく、いろいろぐるぐる回っていくといい企画が出てくるんじゃないかなと思っているので、アドバイスできる人はやっぱりユーザーさんを忘れないように